エレーナグロ作、ミハイルマ中心エレーナゲンリュホブナグロは、20世紀初頭のロシアのロシア未来派の作家、詩人、画家、文学団体、立体未来派の創始者の一人、象徴主義後のアバンギャルド芸術の誕生に関わった。1877年にサンクトペテルブルクで誕生、父ハインリヒヘルムートグロは、 好位の軍人で、サンクトペテルブルク軍艦科本部の初期、ウラジミール・アレクサンドロビッチ対抗家の警備大臣を務めた。聖であるグーログーローは、ドイツ語化された、フランスのヒューゴナッツに由来する。母は、アンナ・ミハイロフナ。母方の祖父は、子供雑誌の出版社であり、教師、子供読み物作家のミハイル・ビーチ・シャコフ。姉エカテリーナ・ニーゼンは、 未来派の出版活動に参加した。1880年代、グロ一族はポスコニの地方プスコフの近くのノボセリ村に定住していた。そこで彼らは毎年夏に一年の半分を過ごし、冬の間だけ家族はサンクトペテルブルクのルーガの邸宅に移った。グロは自宅で美術教育を受けた。ついで、1890年から1893年まで、 帝国奨励芸術協会で学び、1903年から1905年までは、彼女は国立美術アカデミー教授のジャン。カイチオン・グリンスキーの教えを彼の個人スタジオで受けて、絵画を作成し、そこで、将来の夫である音楽家、前衛芸術家のミハイル・マ・チューシンと出会う。当時マ・チュシンはロシア未来派の主要人物の一人であった。1904年に彼らは結婚した。 1906年から1907年にかけて、グロとマ中心は、エリザベータ・ズバンツェワの学校に移り、レオン・バクストやムスチスラフ・ドブジンスキーやクズマ、ペトロフ・ボドキンと共に働いた。1905年、グロは、ジョルジュ・サンドの童話のロシア語訳に解説をつけた。また、この年、彼女は最初の3文作品を発表したので、これが活動開始にあたる。 1909年に彼女は最初の物語、詩、劇、シャルマンカを出版した。グロの生きている間は、その作品は完売せず、残りのコピーは彼女の死後再び販売された。ビアチェスラフ・イバーノフ、レフ・シェストフ、アレクセイ・レイミゾフ、アレクサンドル・ブロークは、グロと個人的に知り合い、プリボーイ年間でグロの詩を紹介し、 彼女の作品と個性に常に関心を示し、書くものに共感して反応した。1908年から1910年にかけて、グロとマチューシンは、ロシアの立体未来派の信仰団体の構成員であった。ブジェトラーニンを自称するダビド・ブリュリンク、ワシリー・カメンスキー、ベリー・ビール・フレブニコフラは、サンクト・ペテルブルクのペソチナヤ通りにあるマチューシンの家を拠点とし、 芸術と文学について議論するための中心的な出会いの場となった。出版社、クレーンがそこに設立され、1910年に最初の立体未来派コレクション、裁判官の折が出版され、グロも共作者の一人として参加した。一方で、1909年と1910年には、ニコライワノビチクルビンが率いる、印象派グループの展覧会に参加。また、 1910年から1913年にかけては、左派青年連合などの展覧会に積極的に出品した。1912年に、グロは同じ名前の劇、著者によるいくつかの断片とイラストを含む2番目の本、秋の夢を公開。これは、イバーノフによる公表を得た。この彼女の最も知られた書籍は、主に詩で構成されているが、日記の断片を含んでいる。 グロは1913年にフィンランド対抗国にあったカレリア地況のウーシキル湖の町にあった彼女のダーチャで白血病で死去した。人々は彼女をフィンランドの墓地に埋めた。墓は今では所在不明である。死の前夜に彼女は貧しい騎士をほぼ完成していた同年、未来派はコレクション3を彼女の追悼に当てた。この本には フレブニコフ、アレクセイ・クルチョーヌイフの詩、及びグロ自身の没後出版物が含まれている。いくつかの詩と二つの三文作品が、産お及び雑誌、青年団の中で同年中に発表されることとなった。1914年には、空の小さなラクダが出版された。グロの作品は、未来派に否定的な態度をとっていた、批評家など、 様々な批評家からも好感を持って迎え入れられた。例えば、詩人であり、批評家であったウラジスラフ・フェリツィアノビチ・ホダセイビチなどは、グロを他の未来派と別論して称賛した。1910年代の若いサンクト・ペテルブルクの詩人の間では、グロの崇拝者があり、砂の家と呼ばれる彼女に捧げられた出版社が存在した。一方、クレーンも存続していた。他に、 未来派による3には、グロの最も有名な詩、フィンランドが含まれている。グロ作品は、絵画、詩と3分の融合、生活の印象派的近く、簡潔な歌詞の詩の思学、自由詩、実験的施策などの特徴を持つ。また、グロの詩は、彼女が長い間住んでいたフィンランドに関連している。ありがとうございます。